大虫神社です。小虫神社というのがこの1キロ先に、そこはあの、なんて言えばいいんですかね、ちょっといわれを見てこなかったんであれなんですけれども、いわゆる伊勢神宮と同じような作り方になってましたね。社務所もありますけれども、ちょっと御朱印がもらえるというなんかそんな感じではなくですね。狛犬はなんか可愛いな。狛犬が犬ですね。これは狐ですね。犬ですね。なんかそっちの狛犬はなんかメダルをつけて首輪かなんかメダルつけてますね。なんかいろいろ面白い。このレリーフなんかも結構面白いですね。通常は竜を描くんですけれども、こんな、なんですかね、この狛犬っていうか、どっちかって柴犬って言えばいいのか、が両方いるみたいな感じですね。来てみるもんですね、なんかね、名前で釣られて来てみたんですけど、ほとんど。じゃあこれちょっと分かんないですけど、私も誰もいないと思う。さすがに何も書いてないって。後ろは多分稲荷神社だと思うですけどね、けどねっていう感じですけど、何でしょうかね。なんかちょっと新しい作り方ですね、いろんなものが。記念の日ですね。小虫の方はその伊勢神宮と同じような作り方ですけど、こちらはちょっと変わった作りですね。似てはいるけどちょっと違うみたいな。そうですね。一応変えるんですね、ここね。こういう作りもなんか本当に珍しいというか、結構大きなお宮ではあるんですけど、これも昔多分色が塗ってあったんじゃないかなと思うんですけど、なんかいたずらでガリガリされてます。創意工夫をされているというところでは、作りが面白い神社ですね。あとこの近くには非常に古い神社が一つありまして、そこはいわゆる古い神社をまとめた編纂のところに載ってるものなので、まあ、そこ含めてちょっといろいろ散策したらちょっと面白いかもしれないですね。大虫神社です。